早かったっすね、なんか予想より、まあ、予想よりっていうかね、順調に回復して、うん、やっぱりそのトレーニングもそうですし、栄養もそうですしね、きちっとその自己管理してるから回復も早いのかなと思いますけどね。でもね、やっぱ万全を期してやらないと怖いですからね。でも戻ってきたら頼もしい存在ですよね。いや、もちろんもちろん、もう投げてチームの、ね、勝利に、ね、貢献できる、ね、最高のピッチャーなんでね。ただ再発しないようにも万全を期してやらないといけないというのは、まあ、我々の責任でもあるので、なんとか再発しないようにね、ちょっと気をつけたいと思いますね。はい、おはようございます。いいの被ってます。そうやろ、机の上置いてあったんで被らなあかんのかな。お似合いです。来年あの新庄監督のあのユニフォームに対抗してマリーンズの帽子これでいくらしい。あ、面白いですこれ言っちゃダメでしょが激しいですね。うわ、2つだったな。胸元だよ。はい、7回いけるやんな。はい、いけるかもしれないです。やめとこう。今撮ってる撮ってます。くるくる回ってます。登板に向けてもピッチングショー、球すごくこう確認しながら投げてましたけど、かなりすごいと思って、ランナー二塁を想定して投げたりとか、その目線切ったりとかね、確かそういうことを自分で、すごい、まあ、クライアントやるんですけど、それを何も言わず普通にできるというのはね、すごい準備だと思います。監督、佐々木朗希はどうだったですか？あれ、順調ですよ。楽しみです。はい、ありがとうございます。もう完治してるって言われたんで、あの、今日まで先発